いやー、今日もドキッとさせちゃいたいと思います。おはようございます。どうぞ入ってください。おはようございます。ルキケイラさんです。よろしくお願いします。お願いします。緊張します。腕相撲は形になってます。はい、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 お母さん、どうボタンっていうのがあって、ここからセリフみたいな、ちょっと多分体の向きごと言ってた方が多分腕相撲してる感じがもうちょっと出るのかなっていうので、はい。ありがとうございます。はい。あ、よーい。参りました。はい。まだ帰らへんの？勉強勉強って、たまには息抜きしなあかんやろ。さあ腕相撲しようや。行くで。いいから早く。よーいスタート。強い強い。ああ負ける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 。はい、あと。まだ帰らへんの？勉強勉強ってたまには息抜きしなあかんやろ。はい、OK です。ありがとうございます。じゃあ次、お家に行きましょうか。制服めっちゃ可愛い。なんかよく制服、私セーラー服なんですけど、なんか女子高生になった気分です。中学1年生です。なんかよくお母さんとかにも制服着たらやっぱなんか中1って感じするって言われる。そうかな。そこ持ってや。で、よいしょ。ありがとう。いいじゃないですか。はい。恥ずかしい。ドラマ見た。ただいまのカットを持って、はい、カット終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。すごい緊張して、なんか監督さんが見てる時の自分の声を聞いただけでもすごい恥ずかしかって、なんか恥ずかしいところもあったんですけど、なんかドキッとさせれたかなとは思います。誰にしよう。NMB48 のチーム M の一番最年長の柴田玲奈ちゃんとか、村上彩香ちゃんのちょっと年を得た、ちょっと気になって、メンバーみんなでもどんな顔になってるやろとかめっちゃ言ってて、すごい楽しみで遊びたいです。はい、いつも応援してくださる皆様、たくさんのお手紙とかもう本当に支えになっています。これからも応援よろしくお願いします。てっぺん飛んで。バイバイ、ありがとうございました。遠距離恋愛になったら、でもメールでやり取りします。取る。親友でもバトル、女バトルみたいな。途中であんま手つながんけど手つないでくるみたいながいいです。なんかここでいっぱい喋ってもっと親しくなろうと思ってるのに、なんかそこで携帯いじられたりとか全然話聞いてくれへんかったりしたら、ちょっとムカッとします。
うーん、聞きます。じゃあ聞いて、この間の人は誰みたいな聞いてから、なんかたまに嘘つく人とかおるからしつこく聞く。はい。